社長、はい、今日聞きたいのが服の大量生産と大量廃棄についての実態をちょっと聞きたいなと思って。ここに何か用意されてますけど。用意しました。日本国内だけでも100万トンやって。100万トン、もう分かんないですよ。分かんないですよ。大量生産して大量廃棄なんですけど、日本で大量生産してるっていうよりは海外で大量生産、それが日本に来て捨てられている、まあおなじみの、まあ、ファストファッションとかああいったものですね。なんか循環としては日本めちゃくちゃゴミ落とされてるねみたいな。そうですね。日本で捨てられてる、市場リサイクルとか回ってますけど、まあほんとわずか、わずかのわずか、スズメの涙。今その現状として中古販売とかその古着屋さんってのあるじゃないですか、うん、そこに回さないのかなっていう、なんかそのあれはあるんですよ、気持ちとしては。回しても売れないんですよ。なんでだと思う。なんでか、だってさ2000円の服を中古販売出したとしても値段つくのっていくらってなるじゃん。まあ数百円、数百円いったらいい方だよね。もともと2000円のやつを2年着てじゃあ出しますってなって200円ついたらいい方ですよね。ただその手間ですね。じゃあメルカリ売ってもさ、送料こっちで負担で買ってくれならいいかもってなるじゃないですか。でも送料分赤字になっちゃうってのもあるじゃん。ああ。重要な値段の剥離なんですよ。安いものは捨てられちゃう。ユニクロの服とかザラとかの服が古着屋さんに置いてあることあんまないでしょ。ああ、見たことないですね。ね、リサイクルショップだったらあるんですよ。いわゆるもうみんな認知されてるのが1年で捨てる服というか。とりあえずもうその時着れればいいみたいな。そうそう。日本国内の輸入なんかはほとんど国内の流通してる服あるんですよ。はい。その中の1% か 2% がしかもう作ってないんですよ。メイドインジャパンの服はないと。日本だとなかなかそのブランド物ぐらいなもんですよ。まあ、ちょっと脱線するけど、日本製がなんで少なくなってきたっていうのは、いわゆるその人件費が高いから。人件費が高くて、じゃあ日本製だからいいものかと思ったら大間違いで、日本製といっても粗悪品はたくさん、まあ、僕同業者でいろんな会社知ってますけど、マジかっていうのもたくさん。いやこれで本当仕事やるんかと、プロってこんな感じだっけっていうところは見ています。また話脱線するんですけど、縫製工場が縫製工場に依頼をかけるっていうことをやってみたんですよ、うん、こっちがメーカーとして依頼かける、仕様書とか作ってパターンとか作って依頼かける、10社ぐらい、全国の10社ぐらいを選んでやってみたんですよ。上がってきたのほぼ、口悪いけど売れない売れない、クオリティ、これびっくりするよ。ここ曲がってるじゃん。もしこの動画見てたら、このこれを依頼受けた会社さんはびっくりするかもしれない。これはうちで作った日本品なんだけど、曲がって曲がってみたいな、グニグニしてて、見ててわかるよなっていうのとか、いやマジかっていうのは普通に上がってきます。日本で作ってもその信用性がないっていう場合が多いと。それ信じてない。メイドインジャパンが品質がいいっていうのはもう何十年も前なんです。10社お仕事を出して、その中で良かったのは1社だけ。10分の1。10分の1です。そんな状態ですね。やばいっすね。うん、で、やっぱり自分のところで、なんでそんなことしたかっていうと、自分の位置が分かんなくて。技術レベルってことですよね。そうそうそう。それも知りたかったのと、他社のやり取りとか、人柄とか、工場さんのものをちょっと知りたかったんですよ。言ってみれば潜入捜査みたいなもんだ。ちょっと悪いけどさ、ちょっとやらさせていただいて、あ、ここお付き合いしたくないなっていうところの方が多かった。そんなんだから仕事は減るよと思った。それは海外でも別に変わんねえなって。変わんないなと。むしろ海外の方が良かったです。これ本当ね、同業さんが頷いてると思うよ。本当に。そんなのばっかだったんですね。70年の歴史がありますし、僕自身ももう20年間やってますから、まあ、縫製師でもありますし、パターナーでもあります。まあ、そういったものが見てね、じっくり見て、あ、これねえなと。一発で誰が見てもねえなっていうのがね、出てきちゃう。こんなたくさん出てきちゃうっていうのがね、うん、問題だと思う。多分それもなんか、もともとの題材のなんか大量廃棄とかにも繋がる可能性もあるんですよね。クオリティが。っていう、大事にしたい服ってあるじゃないですか。大事にしたい服にならないっていう時点で、それは廃棄につながりますよね。そういう風に思ってもらう、そういう服作りしないとダメかなと思って。もうなんかいろんなことはもうつながっちゃってません。点と点がつながってるね。線にブランド物ってその辺が担保されてるから高いんですよ、うん、そういうのがしっかりしてるから、そこには人件費がたくさん持ってるし、流通のコストもたくさん持ってるから、はい、それが高くて当たり前なんですね。日本で作るとね、固定費かかっちゃって、それ売るとなったらお金が高いんだけど、品質が悪いっていうのがもう最悪。日本の現状をね、見てますよ。僕らの場合、廃棄っていうよりはさ、リペアとか、リユースとかやってるじゃないですか。そうですね、やってますね。一貫してるんですよ。自社のブランドであれば、5年間は無料でリペアすると。5年間って言ったら結構ですよね。継ぎはぎとか、引っ掛けちゃったりとか、それを直したりとかして、また使っていただく。5年はすごいっすよ。やってるとこないっすよ、絶対。それは信頼だし、そういうのが、僕たちの気持ちだよね。うん、まあ、来てほしい。来てほしい。でも5年以降は、私の買ってくださいの。なんでか。買ってくれないと、僕たち職人さんが技術の向上もできないし、お仕事もなくなってしまう。大事に使っていただくのはそれはもうもちろんなんだけど、
でも買っていただくことももちろん大事ということをお伝えしていく。買ってくださるし、産業も続いていくし、技術の伝承も続いていく。売り上げが取れれば皆さんにお給料渡されて、またそれがつながってつながってつながって、きつくしてもうこれ切れないよってなったら、速やかにですね、まあうちはリユースもやってますから、返していただく、送り返してもらうんですよ。でそしたらポイントがつくんで、そのポイントでお買い物渡していただくと。そういう流れ。その服を作った時のね、歯切れなんかはこんな形で、これはこれで全部売るんですよ、僕たち。普通だったらだってもう捨てちゃいますもん。捨てちゃう。みんな。これはその洋服の廃棄量にはカウントされてないんですよ。また別なんですね。そうなんです。洋服の廃棄って言われてますけど、日本国内で100万トン洋服廃棄されてますって言われてるんですけど、これはカウントされてない。これも入れれば相当。絶対こっちは多いですよ。むちゃくちゃ多い。やっぱアパレルって負を生むんだよね。環境負荷がむちゃくちゃ大きいって。でも僕たちはアパレルで食べていく、こういう会社だから、はい、じゃあ何をしなきゃなんないかってところで、できる限りの環境負荷が少ないことや、リネンっていう素材だったりとか、土に返りやすいね、水もほとんど使わない育つので、そういうものを使って環境に負荷をかけないようにして服を作る、そういうのをやっています。もうやるしかないでしょ、それしか。これだなと思って今やってます。一年中リネン作るっていうのは本当リスクでしかないと思う。みんなに言われたんだけど、冬売れないじゃんとか、すごく高い素材だし大変でしょと言われるんですけど、そうですね、つながる未来のためにやるってことなんですよ。うーん、やってどうなったと。冬でもリネン売れてます。最初全然売れなかった。最初はもう本当にね、死んだ。やっぱ固定概念ってあるんだなって、うん、すごい。いや、あると思う。大手がやっぱりさ、冬はリネン出ないからね、あ、これって夏のもんだねってなるし、そうじゃないっていうところを打ち出しながらやってきたっすね。多分みんな生地の厚さとかで多分見ますよね。貫いてよかったなと今思ってます。環境負荷が少ないものをどうやってで、まあお商売にしていくんだと。大借金抱えたしね、その時本当にもう売り上げなかったんでねやったんですけど、みんな認知が進んで、僕らの商品が結構届くようになってきてですね、よかったなと思ってアパレルがどうやって大量廃棄とか、向き合っていくか。そうですね。それプラスもうワフですごいのが、その失敗したやつも売ってるじゃないですか。あ、失敗したのも売りますね、イベントとかでも。あ、そう、多分アパレルメーカーにいる方、まあ、この見てる方はそうそうってうなずいてくれると思うんですけど、サンプルの量って半端ないんですよ。ずらーっとサンプルが並んで、これなかなか売れないんですよ。社内で消費していくか廃棄なんですね。それもうちの規模で相当あるのに、それはやっぱり他他社結構あると思う。サンプルも全部うちら売るんで、本当にもう残さない。サンプルもそのリペア無料でやります。5年間のリペアも。あ、そうなんですね。もうやりますし、とことんお付き合いすると、うん、お客様人生にとことんお付き合いするってことですね。ワフは環境にいいよと環境を考えたり、まあするしかなくないですか。そうですね。短い目だったらもうなんかどんどん売ってどんどん捨てるとか、多分みんなそういう考えすると思うんですけど。そうですね。服って一生着るもんじゃないですか、人間は。ずっと着るからね、仕組みですね。うん、これを大事にしていかないときっと持たないと思います。産業も持ちませんし、僕たちもやる意味がないと。僕自身は生まれてこの方ずっと家がもう服作りの家だったので、作っていくんだったらどうつながるのかと、もうそればっか考えてました。うん、別にポリエステルとかそういう他の素材が悪いとか、そういう聞こえちゃったら本当ごめんなさいなんですけど、僕たちの選び方として、アパレルを続かせる選び方としてこれを選んだと、うん、理念を選んだという選択の一つですので、気を悪くされたら本当に申し訳ない。まあ、これによってね、職人さんも育っていったりとか、今から学校もやりますし、職人さんを育てるスクールもやりますし、まあ、そういうのをつなげていければ一番いいかなと思います。ところで気になったんですけど、はい、その歯切れいくらで売ってるんですか。これがね、2500円ですこれですか。これでなんか結構売れてます。なんかこれで買って作るとかってことなんですかね、みんな。そうそう、小物作ったりしますよ。ヘアバンドとか、バッグとかつなげて服にする人もいるし、まあ、それ楽しんでいただいてて、捨てるの本当にもったいないと思う。はい、という感じでね、大量生産大量廃棄っていう、はい、まあ、テーマでね、社長に聞いてみたんですけど、まあ、かなり意識してます。そこは廃棄はもうほとんどないような状態。大量生産はね、もちろんそんなできないんですよ。あ、理念はそうですね、うん、で僕たちもそんなに規模大きくないですから、はい、お客さんに届ける分だけ、ほとんど在庫持たないねほとんど在庫持たずこうやって運営してるので、何かこう参考になればありがたいです。よければチャンネル登録いただければありがたいです。大変励みになります。どうぞまた次回の動画もお楽しみください。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。